馬渕真理子の5分で教えてベンチャー社長。このコーナーはこれからの日本で活躍を期待される起業家ベンチャー社長に焦点を当てていきます。これからの成長企業のキーワードが分かれば投資の視点としてもきっと役立つはずです。今日は株式投資型クラウドファンディング最大手のファンディーノで紹介しているベンチャー企業トレショク株式会社沖村聡さんの登場です。ここからのナビゲーターはフィスコアナリスト馬渕真理子さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。沖村さんはですね、福島県相馬市に本社があるので今日はそちらから。そうですね、はいはい、ありがとうございます。でトレショクさんはですね、食品廃棄物を食品製品そしてバイオ化学品に再利用する技術をお持ちです。創業はどのような思いだったんでしょうか。はい、まあ、廃棄物とちょっと違うんですけど、もともと自分はこう食品畑ではなかったんですが、ちょっと身内の病気をもとに、まあ、食品非常に興味を持つようになりましたと。で直近私がですね、たまたま自分の故郷のですね、地方議員をやっているということで地方創生の取り組みもしていたんですけれども、どうしてもやっぱり地方っていうのは 財産がないので、まあ、その一次産業ですね、まあ、農業で何とかしようということなんですけど、まあ、それもなかなかお金にならないと。では、まあ、そういうところを技術とかですね、健康的なものを届けるとか、こういろんなことを欲張って考えて、まあ、今のその食品を加工するというところだったりとか、あとまあ世の中にこう登場しない技術をですね、なんとか開発して世に繰り出すと、まあ、そういうような形でこのビジネスを考えました。坂本さんいかがでしょう。そうですね、まあ、日本は特に、ね、一次産品とかでもその、まあ、形が悪かったらダメですとか、なかなかその辺の流通がうまく、まあ、すごく安く出すんだったら、まあ、買ってくれるところもあるかもしれないですけど、うまくいかないので、まあ、加工というのは、まあ、普通にやることだと思うんですけど、まあ、この廃棄物をまあ利用して、まあ、食品の自給率や環境問題の解決に取り組まれているとこういう形だと思うんですけど、まあ、具体的にどのような取り組みをされているか教えていただけたらと思います。何でしょう、私たちの取り組みの、 なんかこう食品廃棄物って言われるといろんな話が出るんですけど、一つはですね、食品 その製造におけるその機械のところですね、機械製造のところが非常に他社と違う形をとっているかなと思ってます。食品の製造って一つのラインで一つのものを作るということですけど、まあ、廃棄物っていろんなものがあるので、まあ、そういうラインを変えてこう加工をするということ で具体的には、まあ、こう何でしょう、食料自給率 の低下をですね、食い止めるということで、例えばなんですけどキャベツの芯から、まあ、オリゴ糖ですね、このを作り出して、再利用しようというような取り組みなんかをしてます。確かにキャベツの芯食べないですね。捨てますよね。捨てちゃう。その他木が食べられるというか、はい、そうですね、北海道大学さんと、はい、共同研究をしてますけど、木とかですね、植物って全てセルロースってものを含んでますと、はい、でこれが固くてなかなか食べられないんですけれども、このセルロースを分解することで、まあ、いろんなことができますと。でその中でセルロースっていうのが、いわゆるその自動車の部品になったり、食べ物になったり衣類になったり、まあ、そのバイオ系のものになったりと、まあ、様々なものになるので、まあ、そのようなこともやってますと。吉崎さんどうですか、この技術ちょっとびっくりですね。そう、こんなのもともとあるやつなんですか。はい、新たな技術なんですか。はい、ありがとうございます。そうですね、私もともと研究をしていたわけではなくて、実は昔からその植物を分解するということ自体はいろんな研究がされてましたと。ただそれをその大きなその製造する機械ですね、実用機で、まあ、なんかこう製造して分解しようっていう試みはなされていなかったと思います。ただそこの試みのところが我々ベンチャーたるゆえんかなというところでございます、うん、すごい。 SDGs にもね、やっぱりこういう分野は大きく関わってきますよね。そうですね、たまたまでございますが、うん、はい、そうですね、こうなんか分解できてこう食べ物に変えられたらいいなと、廃材をということで進めていた中で、逆に SDGs のお話が世の中から出てきたので、うん、はい、まあ、我々からすると SDGs って非常に今追い風になっているという状況ですね。ではちょっと今 SDGs のお話してたんですが、はい、このお話 YouTube の延長配信で深く聞いていきたいと思います。来週のベンチャー企業はジオマーケティング株式会社酒井義明さんが登場します。お楽しみに。
それでは引き続き沖村さん、真淵さん、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。トレ食さんのこのマネタイズってどんな方法があるんでしょうか。そうですね、まず私たちのその事業のこう一番最初の入り口っていうのは、受託研究なんですけれども、これ受託って言葉を使ってますが、企業さんから依頼を受けて初めて研究をします。で、他社さんが使ってないような機械のカスタマイズをしてますので、基本そこで作られる研究内容っていうのは、いわゆるこう共同特許を取っていくような事業内容になりますと。で、一つ研究成果が出たときに、選択肢が2つ出てくるんですけど、一つは当社にお任せをいただくということで、原料の加工事業、これは当社が加工を受託するという一つの出口がありますと。で、もう一つはその企業さんでもうこの機械ごとですね、自社で製造したいというところもいらっしゃるので、そうすると機械の設定とかですね、機械の配置も含めてコンサルティング、これをするということで出口を2つ用意しているような形でございます。その企業に合わせて特別に機械を作って製造業として販売するか、あとはコンサルティングとして入っていくかという形があるんですね。はい、そうですね。これ先ほども私聞いた SDGs に関係する企業が多いんですか。そうですね、皆さん目的は SDGs ですけれども、何でしょう、結構言われるんですけど、食品会社さんがねメインかなと思いきや、結構食品会社さんじゃない、他業種さんからお声掛けをいただいて今研究をしているというのが実際のところですね。連携先、じゃあ具体的にどんな業種が。そうですね、ちょっと会社さん言えませんけれども、分野でいうとエネルギー事業に取り組まれていること、あと倉庫業ですね。倉庫、はい、はい、あと畜産業、はい、で、あともう一つはその大手のこうなんです、総合流通をやられているような会社さんですかね。こんなようなところでさまざまな分野から幅広いですね。はい、お話は来てますね。食品廃棄物って日本って僕は聞いてる限りでは世界的にはそんなに多くないって聞くんです。そんなんですか。多い方なんですか日本。これ職業自給率とか職業廃棄物って言葉も定義が難しいんですよね。例えば、職業自給率で言うと動物家畜の食べてる餌も自給率に含めるかどうかっていう議論があったりとか、捨ててるものもどこまでのものを捨ててるかというところが非常に含まれてると思うんですけど、僕は日本は多いと思ってますね。なぜならば、スーパーとかで並ぶお野菜とか要は僕らが食べてるものですね。でそれ以外のものはよく出荷しない出荷しないと言ってますが、実際どれだけの量があるのかって把握できないんですよね、畑に置いてきたままなので。はいはい、はい、相当な量が廃棄されているという計算ができるんじゃないかなと。なるほど、はい、それらが原料になるわけですよね。そうですね、はい、なるほど。これ大手企業さんとかってこういう技術はあんまり持ってらっしゃらないのか、それとも持ってるんだけど、あまりやろうとしてないんですか。そうですね、2つあると思うんですよね。やっぱり技術があってもやっぱりビジネスに乗っからないと、そうですね、はい、いうところが一つですよね。でもう一つはやっぱりその技術の中でどうしてもそのコストがかかるというところが合わないと、ね、はい、で先ほどちょっとちらっと出たそのセルロース制度が結構大きな壁でして、セルロースっていうとこう分かりづらいんですけど、例えばですけど捨てられてるものっていうとスイカの皮だったり、コーヒー豆の豆のカスだったり、お茶っ葉だったり、みかんの皮だったりと、こういうのってなかなか加工しようとしても加工できるんですけどお金かかるんですよね、はい、で僕らは本当に機械と要は機械を動かす電気だけで、これが分解できる技術が作れたので、ようやくここにビジネスというか利益が出る構造を打ち立てることができたのかなと。あれ例えばさ、落花生の皮とかさ、あ、そうですね、おっしゃる通りですね、はい、でもあれ取っとけば何らかのあれになるってことですか。そうですね、はい、まさにおっしゃる通り、植物は全部セルロースがありますんで、ね、皮って捨てちゃいますよね。そう、どうやって集めるんですかそれらを。ここも一つ課題でございまして、今現在当社が考えているのはその大きな廃材を持っている、例えばそのカット野菜 の, そのキャベツ の, そのコミコミにこう出しているようなカット野菜の廃棄されたキャベツの芯とか、ある一定の量が得られるところから得ようというのが現時点での構想ですけど、実は我々の機械というのは場所があまり大きな場所必要ないので、やっぱり日本各地に点々とその廃材があるところにそういう こう加工拠点を置いていくっていう流れが一番いいのかなと思います。20年ぐらい前にある
まあ、その社会活動家みたいな人と対談、あ、それもそういうことない、うん、農業系の会社を経営されてって一方で政治をしつつ社会活動っぽいこともしてんだけど、うん、それは、まあ、メーカー名は言いませんけど、あるパンがあって、はい、耳が全部落とされてるパンがあると、はい、なんとかパックみたいな、うん、あ、なるほど。で、あれをこうやめさせるんだみたいな、俺はその運動してるんだって言ったけど、今はどういうふうにあれ製造されてるか、なんかどこでも聞くと、なんかあれ今耳のないパンを作ってたりとかするのかとかっていう話を聞いたことあります、うん、昔は全部あれ切って落としてたとか言ってたね、うん、あ、そうですね。例えばああいうのってなんか再利用とか、多分あの家畜の餌とかになってるのかどうか分かんないけど、はい、そう考えていくと無尽蔵にいっぱいその原料あるってことですよね。そうですね。そういう意味では本当にあの原材料自体は無尽蔵にありますし、うん、我々がどんなに頑張っても、まあ、その本当の意味での課題解決にはつながらないですけど、ただそのメッセージを送れるとは思ってますね、うん、はい、でも例えば産業廃棄物みたいなもの、例えば 鉄のあれ、うん、なんていうかな、くず鉄みたいな言い方するんですか、はい、ああいうやつって結構集める仕組みができてるじゃないですか、うん、あれってある程度お金になるから、あれ、はい、そういう集める業者さんがいてで、それ持っていく場所があってみたいなビジネスが一つ成り立ってますよね、はい、この食品廃棄物の その手の集める、あるいはそれをお金に変えていくっていう市場ってあるんですか。あ、はないですね。ないというのは、実は今日いろんな法律が絡んでまして、やっぱり廃棄をするということは業者にお金を、その事業者が支払って廃棄をしないと、うん、自治体も廃棄業者にその免許を配ってないんですよね、うん、だから逆に僕らが ただないしは何かをこう持ってくるときは必ず私トレ食がお金を払わないといけないんです、うん、で廃棄業者に払ってしまうとそれは廃棄になっちゃうんで、うん、廃棄物は食品できないんですよね、うん、なるほど、はい、っていうその、まあ、難しいその法律の壁があるので、うん、我々あくまでも廃棄物になる前のものをいただくという整理で大きくまとまったものをいただいていくと、うん、この辺の整理っていうのはやっぱりこれから国と話をして変えていかないといけないのかなとは思ってます、うん、はい、なんか例えばあの焼酎とか作ると芋をすごい削るとか、お米もすごい削ってますよね、はい、お酒作るのにね、はい、あの例えば鰹節にするのに鰹がすごい削るんだよね、あれね、とかあのそういう食べ残しっていうロスじゃなくて、はいはい、あるいは食べた残り物とか、はい、皮とかではなくて、そもそも製品になるときに出てくるロス物ってあるよね、はい、ね、はい、ありますし、なんかまあ今最近健康ブームですけど、実はその辺のものが一番人間の体にとっては、まあ、健康上いいものがやっぱりあるんですよね、はい、美味しいものってやっぱり健康にあまり良くないものが多くて、はい、まあ、そういう捨てられてるものを活用してサプリメントとかそういうことに変えていきたいなと思ってますけどね。なるほど。なんか先ほどね、あの打ち合わせのところでこうナノセルロースが次の時代だとおっしゃって、 そこちょっと伺ってもよろしいですか。はい、先々週ですかね、ニューズウィークに書かれてたんですけど、2020年はカーボンの年だと、はい、新しい素材ですね。で2040年がセルロースのが、うん、新たな素材で、2060年がタンパク質だと、つまり我々 その今、自動車もそうですけど使われているその素材ですよね、建物を建てるにしても、それがですね、セルロースになる時代が2040年来るという話なんですが、セルロースをナノ化する、ナノセルロースにすることで、まあ、その建物を建てることができたり、車を建てたり、こういう衣類を作ったり、全てに代替できるっていう形ですね、はい、まあ、そこにつながる事業なのかななんていうふうにも思っています。今後の事業転換についても伺ってよろしいですか。はい、はい、そうですね、今後 の事業展開については、来年なんですけど、今お話をしているそのセルロースを分解する実用機ですね、これはどこにもなかったんですけれども、今設計をしてまして、これが来年の今ぐらいに世の中に登場することがまずできますということで、しっかり PR をしていきたいと、ここでお話ししていることが実際の製造現場でできるということを PR をしていきたいということですね。あとは、そこで得られたセルロースですね、今ちょっと走ってるのはその稲わらを使ってなんかこうプラスチックケースを作りたいよというような大手さんいらっしゃるんですけど、やっぱりそういうところと共同研究開発をして、やっぱり本当に捨てられているものが生活にちゃんと溶け込んで使われるんだということを実証していきたいなというふうに考えています。社会の課題解決にも、ね、役立ちそうです。今日は素敵なお話ありがとうございました。さあ、そして今日はですね、
こちらの本の紹介をしたいと思います。ありがとうございます。最近話題のあの本ですね。馬渕真理子さん、はい、著書の5万円からでも始められる黒字転換2倍株で勝つ投資術、はい、こちら私も読ませていただきました。で本当に初心者向けというか、う、ね、初心者にも優しく、そうです、ね、本当チャートの見方から、うん、なんだろう、あの決算を発表してからの株価の動きなどすごく役立ちますね、うん、ありがとうございます。決算が良くても下がったりとか、うんうんうん、決算が悪いけど上がると、うん、なぜなんだっていうのを紐解きました、うん、私も決算が良くてなんで下がるんだろうってすごいずっと疑問だったので、この本でね本当解決しました。はい、ありがとうございます。私自身がこう初めて金融に入った時にこう坂本さんとかね、はい、早く出会えたらよかったんですけど、そうですか、一人で学んでる時期がすごく長くって、はい、すごく自分が困ったので、そのまあ一人で学んでるトレーダーの時に欲しかった内容をちょっとまとめてみて、その中の一つの投資手法に黒字転換、赤字から黒字に転換していくタイミングで投資する手法もありますよっていうリスクを抑えた投資手法をご紹介しました。はい、これあれですよね、先週の金曜日にあの僕のラジオに、はい、香りつきマーケット事業局に、はいはい、馬渕さんが、ゲストで来ていただいて、プレゼントキャンペーンもやってますので、はい、香りつきのホームページの方に、見てね、はい、応募していただけたらなと思います、はい、詳しくはラジオ日経香りつきのホームページご覧ください。それでは今日はここまでとなります、はいはい、せーの、さようなら、さようなら。